放課後ネバーランドの動画をご視聴いただいてありがとうございます。篠原明人です。今日は、先日中がこうなってるっていう、マップをねご紹介させていただいたんですが、そのマップであった3つの建物について、今日は話したいと思います。3つの建物といっても、とりあえず建物自体の規模がでかすぎて、3つまとめていっぺんにご紹介っていうのはできないので、まずはこいつですね。篠原グループで使ってる建物。こちらの中がどうなっているかっていうのをお話ししたいと思います。こうなってます。とりあえず1階の時点ですでに部屋数がすごいんですよね。作業班がね、できるだけ部屋の数とかを正確にっていうことで結構頑張って作ってたんですがね、1階だけでも多分相当これ 大変なんですよ。うちの建物の中が結構ね、入り組んでて、部屋数とかも多いんで数えるの相当苦労したと思います。とりあえず1階部分については、気になるのはこことかかな。ここはロッカールーム。ロッカールームというか、まあ、ロッカーがいっぱい並んでるところですね。大概は空なんだけど、たまに変なものが入ってるロッカー。この丸いの、これはあれですね、柱の周りにこう、台があるというか、机みたいになってて、で、一応椅子も置いてあって、ちょっとした 休憩場所みたいな感じなのかな。あんま使われてるとこ見たことないけど、上の階とかでもちょいちょいあります。今度反対側、右側行ってみましょうか。一箇所だけこの意味のわからない間取りっていうのがあるんですよね。なぜか右下のこの部屋だけぐるっと迂回しないと入れないっていう作りになってます。なんでここに壁を作っちゃったのか、別に誰かが作ったわけではない、勝手にあるもんだから突っ込んだところでとは思うんですが、ちなみにここが玄関になってるんですが、特に決まりがないんで、裸足がいいやつは裸足で歩いてたり、スリッパがいいやつはスリッパで歩いてたり、スニーカーとか土足の靴で歩いてる人もいたり、割と自由なんですが、この玄関の向かいにあるここの扉、崖下に降りる道につながるドアなんですが、基本的に施錠されてます。開けれるのは、リーダー勢だけかな？多分。1階はそんな感じで。2階行ってみましょう。はい、2階からもう1階の比じゃないぐらい部屋数が増えます。まず、ここ、大浴場ですね。普通に普通の大浴場。特に男湯女湯は分かれてなくて、混浴ですね。うちの人たちあんまりそういう性別が違うっていうことを気にしない人が多いみたいで、割と男女仲良く普通にお風呂入ってますね。ここは保健室。この保健室は半年前ぐらいかなにできたもんなんですが、ベッドが6個かな。ずらっと並んでるだけの部屋で、保健室とは呼ばれてますが、実際ここになんか手当の道具とか、絆創膏とかガーゼとか、そんなものっていうのは一切ないです。なんで、まあ、その手当の道具も何にもないのに保健室と俺らが呼んでるかっていうと、学校とかだと教室の入り口のところにプレートがかかってたりするじゃないですか。理科室とか音楽室とか、あんな感じで保健室っていうプレートがこの部屋の入り口のところについてます。保健室ですっていう主張が されてたんで、まあ、みんな保健室と呼んでますね。次、ここ図書室ですね。図書室はもう本当ね、昔からあるんだけど、なかなか不思議な場所で、もう壁一面全部本棚っていう感じで、で、どの本棚もびっしり本が埋まってるんですが、この本、どれも読めません。
触ったら何かあるとか、中が何も書いてないとかっていうわけではなくて、普通に手に取ってページをめくることはできるし、中にもいろいろ書いてあるんですが、ゲシュタルト崩壊っていうのかな、何かこう文章が書いてあるっていうのはわかる。それがまあ大概日本語が書いてあるっていうひらがなだとかカタカナだとかっていうのもわかる。ただ内容が全然読み取れないですね。絵本とかもあって、その絵ですら何の絵なのかがわからないんですよ。読めない本がぎっしりと詰まっている図書室ですね。うちの人たち、本が好きな人、読書が好きな人多いんですが、残念ながらそういう人たちもここの本は読めないと。2階はこんなもんか。あ、そうそう。この図に書いてある部屋のサイズ感と実際の中にある部屋のサイズ感っていうのは一致しません。この図をね、一致させることができないんですよ。なんでかっていうと、時空の歪みが生じているというか、まあ、例えば、この辺とかね、こう、小さめの部屋がいくつも並んでるように見えるんですが、それぞれの部屋、中を見てみると、窮屈な3畳間ぐらいの部屋だったり、かと思ったら、2、30畳あるんじゃないかみたいな、大部屋になったり、明らかにこのスペースにありえないよねっていう場所に、そんな部屋が、あるんだよね。ちょっとね、時空が歪みまくってるっぽくて、それぞれの部屋、どれもドア開けて中を見てみないと、広さだとか、洋室か和室かとか、全部バラバラです、基本的に。まあ、2階はそんな感じで、次、3階に行きましょう。3階もまあ2階と同じようにね、とにかく部屋がいっぱいあります。まあ、3階で、まあ、特別紹介するものといったらこの温室、シャワー室かな。この温室っていうのはガラス張りになってる部屋なんですが、中にこう花壇みたいな感じで草花が植わっていたりとか、木が生えてるというか、植えてあるというか、いう感じで、まあ、いかにも温室みたいな感じなんですね。で、まあ、一年中こう、そこそこの湿度と、そこそこの暖かさがキープされてるので、まあ、冬場とかは、大変人気スポットとなっております。温室で植えてある植物だとか、まあ、木だとかっていうのも、森同様に勝手に変化しますんで、お気に入りの花を見つけたと思ったら、まあ、翌日には全然違う花になってたとかっていうこともよくあります。温室の隣にシャワー室というのがあるんですが、これも本当にシンプルにシャワー室ですね。2階にあった大浴場っていうのは3、4年ぐらい前かなにできたもので、それまではみんなこのシャワー室の方を使ってました。大浴場ができるまではその湯船というものがなかったんですね。まあ、今はね、シャワー室あんま使われることもないかな。まあ、その大浴場が男女ごっちゃで入る形なので、それが嫌だっていう人ぐらいかな、シャワー室使うのは。まあ、3階はね、もう本当に温室とシャワー室ぐらいしかなくて、あとは大体空き部屋なんで、次4階行きましょう。これ、すごいね、これ。どれが誰の部屋みたいなの。ちゃんと書いてある。あ、新人さんの名前もいくつかありますね。4階の部屋。4階の部屋で、まあ、まず紹介したいのはこの談話室かな。まあ、談話室っていうふうに書いてあるけど、括弧の方で呼ぶことが多いですね。表の近くの部屋。スポット、まあ、交代するための出入り口ですかね。スポットがあるのがこの談話室です。で、まあ大体こう、この建物を普段使っている人たちで、この談話室が賑わっています。この談話室なんですが、まあだいぶ昔なんですけど、千代子が書いてくれたものが残ってまして、こんな感じになってます。まあソファーがこの字型に、だいたい3人掛けぐらいのサイズのソファーなんですが、で、まあその正面にスポット、この丸いのがうちのスポットです。丸い枠みたいなのを中に入ると表に出れる。で、この丸い枠に表の体が見ている視界が映っている。
ていう感じですね。表の音もここから聞こえます。でまあ、この絵の右側にちらっとね、ここガラス張りになってまして、外につながってます。平原というか、野原。ここ4階です。この談話室から謎の空間というか、謎の野原につながってて、一本だけ木が生えてるんですけど、それ以外はもう本当に何にもないです。ここでもね、時空の歪みが発生しているという。逆にこの野原から談話室を見るとどう見えるかっていうと、一部屋だけがポツンとあるように見えます。表の近くの部屋については、そんな感じで。まあ、あとは基本的にも個人部屋ですね。まあ、個人部屋に関してはまた別動画を撮って紹介することになるのかな。この誰の部屋がどんな風になってるとか。あ、そうそう、この暗黒部屋というものが。あります。これについてお話しするにあたって、うちの中の不思議現象というのを紹介しようと思うんですが、明かりは自動で調整される。そもそも中に家電製品、電気製品の類っていうのが一切ないんですね。蛍光灯とか、あんなのもないです。光源というものは、ないんですが、何がどう光ってっていうのもわからないけど、なぜか明るい。まあ、夜になればなぜか暗くなるみたいな。不思議システムっていうのは基本的に誰も見ていないっていうのが発動条件になってるようで、明かり暗くしたいなと思った時に部屋を一回出て扉閉めてもう一回開けたら部屋が暗くなっているとか、そんな感じです。で、まあ、こちらの暗黒部屋。に戻るんですが、この暗黒部屋は自動で明かりが調整されるっていうシステムが発動しない部屋です。で、まあ窓もライトも何もないので、ずっと真っ暗な部屋ですね。まあ、この部屋、まあちょっとね、おふざけが過ぎたりとか、喧嘩して周りに迷惑をかけちゃった人とかが頭を冷やすために使ってる部屋ですね。だいたいリュウさんにちょっと頭冷やしてこいって言われたら、この暗黒部屋でしばらく頭を冷やすという。ただね、この暗黒部屋は別に鍵がかかったりはしないので、出入り自体は自由にできます。だから、暗黒部屋に入りなさいと言われて入ったとしても、出るのも自由です。罰として暗い部屋に閉じ込めるではなくて、一回ちょっと心を落ち着けるために暗い部屋でじっとしてましょうという感じで使ってますんで、気持ちが落ち着けば自由に大丈夫という優しいシステムです。あとはまあ、女子部屋というものも、まあこれも最近だね。最近できまして、新人さんたちの中でもお姉さん組と呼ばれている。実際男とか中性の人とかも混ざってんだけど、女子力高そうだなみたいな人たちが憩いの場としている部屋ですね。ダグがあって、でその上にソファーが置いてあってっていうだけの他には何にもない部屋です。まあ、4階はまあでもこんなもんかな。まあ、建物自体は4階までなんですが、屋上にも上がれます。屋上はもう本当に、上がっても何にもない。まあ、見晴らしはいいですね。森が一望できます。森と海しか見えない。割と開放的な屋上です。とりあえずここまでで1階から4階までと、あと屋上を紹介したんですが、最後に、そうそう、体育館というものもあります。1階から地下に降りれるんですね。地下に降りると、体育館のような広い場所っていう感じなんだけど、奥におそらく更衣室的なものだろうと思われるちっちゃめの部屋もあったりはするんだけど、ボールとかね、スポーツの道具とかも何にもないし、普通体育館とかバスケットボールとかのコートのラインが引いてあったりとかっていうのもなくて、本当にただのだだっ広い空間って感じになってます。はい、というわけでだいぶ早足になってしまいましたが、もともと篠原グループの人たちで使ってた建物についてお話しさせてもらいました。朝比奈グループ、十和田グループで使っている建物についてもそのうちご紹介すると思います。ここまでお付き合いいただいてありがとうございました。